近鉄8810軽電車とは近畿日本鉄道の保有する一般車両の一系列。本校では9000軽電車と9200軽電車についても記述する。1970年代後半当時、近鉄においても省エネルギーに優れた一般車を投入する計画が登場し、1978年から1980年に、 かけて、堺地位相制御の8800系、電気市直波制御を採用した3000系を、奈良線、京都線に試験投入した。1981年2月には1400系線401回を、堺自直波制御車の試作者として、大阪線に投入し、試験結果が良好であったため、堺自直波制御車の量産が決定された。それが8810系であり、 その造備車である9000系、9200系に続いている。これら3形式はそれまで、奈良専用一般車として製造されていた8000系列の後継であるが、車体幅が2800ミ、mm、リメートルですそう、絞っているという点、制御装置が日立製作所制という点以外は、 大阪線1400系とほぼ同一仕様であり、標準機前線での運用を可能とすることから2000年代からは、新型車の投入による余剰で、大阪線、名古屋専用休憩式一般車の廃車代対応として転席する車両も発生している。1981年に製造された4両編成の、堺地直ょ制御車。大阪南波京都、 伊勢中川よりから空8910も8810も8810 89区8910で4両編成を蘇生する。4両編成8本32両が製造された。電算記号は奈良専用は8800系に続きフロリダ、大阪専用は FC。運転台のあるつま面は従来車とは異なり切り妻に近くし、正面方向幕は 貫通路上部と屋根の間に収め、正面の全焼灯の周りをステンレスの板で囲んだデザインとなった。堺地直波制御から VVVF インバータ制御に制御方式が変わっても、この正面のデザインは2000年のシリーズ21、登場まで長らく使われていた。側面には8800系同様の安ドン式種別表示が装着されていた。 1984年に製造された最終編成の8826回は、仕様変更が行われ、冷房装置の変更により車体高さが変更され、落成当初より側面行き先表示器を装備した。内装デザインは化粧板がベージュを基調としたサンドウェーブ柄に、天井化粧板は白を基調とした木漏れ日柄に、床材はマルーン調に仕様が変更された。 この内装デザインは5800系統上まで約15年以上にわたって継承された。主電動機は近鉄発の副管性粒子電動機の三菱電気メガバイト -3270A を採用し、歯車比は85、18に設定された。立行時は抵抗制御、自家並列切り替え、開示制御、制動装置は改正。 そもそも即平用電磁直通ブレーキであり、停止改正は高速時に電動機4個、直列、2群並列、低速時8個直列に切り替えて、時速 110km 時速 20km の改正制度を可能とし、下り勾配そもそも即改正時は、時速 50km 時速 90km の範囲で、等速運転を行い、改正施行時には直ちに発電制度に切り替わる。 台車は、積空飛の大きな通勤車用であることを考慮し、空気バネ系を大きくした、ダイレクトマウント式空気バネシュリーレン式台車の、近畿車両 KD-88.88A を採用。これらは、標準機線の境地直波通勤車に共通する。制御機は 1C8M 制御の MMC、h t r 2 h 終電装置は、 下枠交差系 PT-48 を奇数 M 車に2機搭載。8812回から8818回では、電動発電機、圧縮機は奇数 p c 車に設置されていたが、8820回以降は、コンピューター計測の強度計算技術による軽量化が推進された関係で、空気圧縮機が偶数 p c 車に移設されている。 性能面では最高速度時速 110km を確保した。2000年から2007年にかけて車体更新が行われ、8826回では各車両車内連結側の車椅子スペース設置も行われた。また、車体更新と並行して側面行き先表示器が暗闘式から方向幕式に交換され、車体連結部の転落防止ホロ設置。 一部編成では座席モケットの交換が行われた。2020年には本系列のビリ更新が開始され、2020年4月時点では8,814回が更新工事を完了している。更新内容は2,610系2,627回以降に更新工事を完了した編成とほぼ同一で内外総材の交換などが行われている。 他編成と違う点は、全商灯が LED のものに交換されている。これは、1031系1034回に試験的に導入されたものが、本採用されたものである。3200系の登場に伴い、1986年から1989年の間、8826回は、方向転換、改造を行い、高安建築に転属し、 電算記号は FC25 に変更され、使用されていたが、再度東花園建築に転属し、使用は元に戻され、使用されている。2004年2月に8811回は、方向転換、改造を行い、高安建築に転属し、電算記号は FC11 に変更された。また、千 10, 10系のような正面渡り板の交換は、されていない。 2019年4月1日現在は8811回が大阪線高安県尺8814回から8826回が奈良線東花園県尺に配置されている大阪線へ転属した8811回1983年に登場した二両編成の堺地直派制御者大阪南波京都 伊勢中川よりからも9000区9100で2両編成を蘇生する。1984年までに2両編成8本16両が製造され、伊コ線で運用されていた中型車820系の一部編成が伊賀線に転属し、860系となっている。電算記号は FEFW8810 系と異なり、前車当初より、 側面に行き先表示器が取り付けられ、8810、計8926回と同様に、冷房装置の仕様変更で車体高さが変更となった。なお、も9000型も9001は、運転席後方の仕切りガラスを竣工後に、試験目的で車高性を持たせた、オード色に交換され、これが、現在もそのまま装着され続けている。 このガラスは後に22000系で乗務員室、仕切りガラスに本格採用されている。主電動機は1200系と同系のメガバイト -3277AC で、制御装置と台車、ブレーキ方式は8810系に準拠している。電動発電機は HG-77463、コンプレッサーは C-2000M、M または HS-10 を TC 車に搭載し、パンタは下枠交差型を MC 車に2機搭載した。2001年から2003年にかけて、全編成に車体更新が行われ、9003回以降に車体連結部の転落防止ホール及び車内連結側の車椅子スペース設置が行われた。後年一部編成では座席モケットの交換が行われた。 2006年から2007年12月にかけて9007回、9008回、9005回、9001回、9002回の順にワンマン運転対応改造が行われた。なお、本形式では1010 10系と同様にワンマン運転対応改造車に対しての形式変更は省略されている。2003年10月から2006年12月にかけて1810系の一部廃車代替に伴い、 全編成が方向転換、改造を行い、名古屋線に転属した。名古屋線転属が完了した、当初の2007年4月時点では9001回から9003回が、明星検尺、9004回から9008回が、富吉検尺に配置されていたが、2012年3月20日付で9003回が、富吉検尺、9005回9007回9008回が、 病状検釈に転属し、ワンマン運転対応改造車が、病状検釈、ワンマン運転非対応者が、富吉検釈に所属するようになっていた。2019年4月1日現在、全車両が、富吉検釈に配置されている。名古屋線転属以前は全車両が、東花園検釈に配置されていた。名古屋線へ転属した。 近鉄急線軽電車名古屋線へ転属後の近鉄、急線軽電車の車内。運賃箱が運転室の後ろに設置された。京都線で3両編成が必要とされた時期であったことから、1983年に、堺地直波制御車8810系の3両編成仕様として登場した途中で、中間車が増備され4両編成となっている。大阪ナンバー。 京都、伊勢中川よりからも9200も9200草93199300で4両編成を蘇生し、前車当初より側面行き先表示器を装備して落成している。3両編成4本12両と中間 T 車4両の計16両が製造された。電算記号は奈良専用が FB フロリダ、大阪専用は FC。 京都線の長編成下で3両編成の需要が減少したため、全編成は1991年に新造された差9350型と4両編成を蘇生した。造備された中間車は1020系の差1170型と同一設計のアルミニウム合金製前線、共通車体となり、車体断面形状が変化したため、側面窓の配置や乗降扉のドアエンジン使用、 座席形状、ラインデリアの配置も他のアルミ車両に準じ、台車は KD-96C を装備する。MC と M がユニットの 1C8M で、主電動機と制御機、台車、ブレーキ方式は8810系に準拠している。M 車に制御機と終電装置を2機、MC 車に堺地機器とコンプレッサー9206-9208は、 ただし2020年中に9200に9204、ともに HS-20 型に交換された。TC 車に電動発電機を搭載する。2001年から2007年9月にかけてさ9 3 1 0型を除き、車体更新が行われ、車体連結部の転落防止ホール及び、車内連結側の車椅子スペース設置が行われた。 左9310型では1230系と同様の簡易内装更新。左9314型では9207回の車体更新時に車内連結側の車椅子スペース設置が行われた。2006年6月から2007年1月にかけて9201回、9203回、9205回は方向転換を行い、高安建築に転属した。 その際、5820系、9020系の大阪線所属者が末尾50番台とされているので、大阪線に9820系が投入された場合に空9320型との番号重複を避ける目的で、さ9350型はさ9310型に改版され、9208回も車体更新時に同様の改版を行い、 サ9350型は4両前車がサ9310型となった。2019年4月1日現在、9201回、9203回、9205回が高安県尺、9208回が東花園県尺に配置されている。転属以前は全編成が東花園県尺に配置されていた。区9300とサ9310の連結部分。 車体断面の違いがわかる。近鉄9200系の客室内なら、線所属編成大阪線所属編成近鉄9000、軽電車に関するカテゴリ近鉄9200軽電車に関するカテゴリありがとうございます。